はい、こんにちは。札幌占いビル西門会社の後藤です。今日はパーマーとカラーをしたいということで、ここがパーマないので、ちょっとパーマをかけ直して、この辺、この辺からがいいですか？顎くらいから。あ、じゃあ ここはいらないってこと？はい、そうですね、ちょっと緩い感じで。あ、はい、自然に。わかりました。カラーがちょっと明るめのカラー、さっきちょっとこんな感じでいいっていうのを見せていただいたんですけど、ちょっと見えますかね。多分ワンプロセスだとちょっとできない感じなので、ワンプロセスって1回のカラーだとちょっと難しい色なんですね、これ自体が。今時間が2時間しかなくて、カットとパーマとカラーを、変えられるまでに今から2時間の時間でちょっとやっていこうと思うんですけど、本当だったら1回カラーしてリフトだけしてパーマやってから色をトナーでのっけるっていうような3つ工程だとカットって感じなんですけど、多分時間が2時間だと無理なので、パーマをかけ、ちょっと強めにかけて、でその後カラーをしてっていうような感じで、あとカットするぐらいの感じの勢いじゃないと間に合わないですよ。はい、なのでそれでやります。はい、なので色がちょっと、希望までなるかですけど、これ入れんの？これ実習室。あ、そう考えたら。そう、入れんの？はい。知らないよ。え、入れる？もう若干ちょっと暗めで。あー、はい、わかりました。そうなんですよ。くせ毛なの？くせ、もともと横がくせ毛で、前髪が最近あんまり。横くせ毛？はい。どこが？ここら辺がくせ毛で。マジか。はい。はい、前ほどは、ちっちゃい頃ほどはないんですけど。じゃあ今ちょっとプランを決めました。2時間コースで、じゃあ前髪がドライパーマ、わかった。癖を取りながらパーマをかけカラーをします。はい。でカット。はい、2時間で。絶対無理なんですよ、多分4時間半かかるメニュー。もう時短、こういう場合はもうちょっとお時間優先になっちゃうので、薬剤を浸透させるようなものをつけます。ちょっとアルコールを使ったお水ですね、こちらを使っていきます。はい、やっぱりネープがちょっと弱いですね。でもこれもかけ直したんでしょ？そうです、1回かけ直しました。本当？後ろが全然かかんなくてね。はい、それでもダメだった？そうですね、結構かかりづらいの話したら。そこもなんです。かかんなかったらごめん。あ、ちょっと寝てます。顎から下ぐらい。はい。からなんで、ですが、まあ、ちょっとこの辺の表面の癖だけちょっと取りたいんで、表面の方は少し上の方までつけます。癖のところちょっと取っちゃいます。中の方はつけません。ちょっとこの辺はランダムで、だいたい蜂のラインをイメージしていただけるといいと思います。鉢上は薬つけて、鉢下は毛先だけつけてるようなイメージで、この時点でもう軟化がスタートしてますので、で鉢下は、ブロッキング取らない理由としては時間がないからですね。ちょっと取れる時間が全くないので、はい、で前髪つけます。もう軟化さしときます。前髪は根元からつけないで毛先だけちょっとつけます。前髪もちょっと癖あるんで、前髪の癖もちょっと今回取っちゃうかなと思います。で、襟足が、これなんでかかんないんだろうね。そうなんですか、どっちでかかんないんだろう。2回かけてもかかりませんでした。かかんないかもでしたね。そういう毛がある。毛先巻きします。ここはちょっと、ここはカール欲しいんで10、ちょっと小さいロットですけど、これでかけます。あとでちょっとカラーかぶせるんで、やっぱちょっと取れちゃうかなって気がするんで、テンションはあんまりかけない状態で、巻いていきます。この時に、表面のところちょっと癖取るんで、その表面の癖取るところを残してミドルはいっぺんに巻いちゃいます。3等分にしてノーテンションで巻いていきます。薬は若干クリームに近いジェルタイプを使ってます。クリームすぎると中間水線がちょっとできなくなっちゃうので、ちょっと後ろ見づらいと思うんですけど、ちょっと余裕がないのですいません。表面をもう一回つけます。
で表面は間引いてかけた方が可愛くなるんで、2箇所、後ろの2箇所だけ2本だけ取ってここだけ巻きます。あとは毛先だけ巻く感じにして表面の方から少しダミーのパーマですけど、はい、ここに2本だけパーマを入れます。表面だけ先に入れちゃいますね。先に入れてこんな感じ。はい、で今度毛先、ここに残ってる毛先あると思うんですけど、ここはもうまとめて毛先巻きをしちゃいます。ちょっと変な構成ですけどこんな感じです。はいですね。で今度は正面、結構空いてるのかな、これ空いてると思います。めっちゃ空いてる、毛なくなっちゃってめっちゃ空いてるね。結構攻めてますね、これは。はい、めっちゃ攻めてる、攻められます。サイドは、下は毛先巻きで、巻いてる理由としては上からかぶってくると毛先しか見えないので、ここはしっかりかける必要があるんで、そうしてます。はい、で、表面の、ところを残して、ここは顔周りなんであんまり強くない方がいいと思いますから、リバースで巻きます。ちょっと表面側もちょっと入れるよ。はい、若干いい？お願いします。はい、でこんな感じで、で表面をウィービングのパーマ、先ほどと同じでウィービングのパーマを入ります。ここは1個ぐらいでいいかな、この辺にあればいいかなと思うんで、顔周りタイトにするのと、あとこの鉢のあたりがタイトにしたいので、ちょっとすいません、説明は省略します。表面に出てくるところを、毛をこういう風に間引くことによって、全体のウェーブがあるとちょっとやぼったくなっちゃうところを、束感を出す感じです。ここですね。でここの毛先は、どうでもいいってわけじゃないんですけど、ここはそうだな、ピンクぐらいでいいかな。ちょっと毛が結構そぎ入りすぎちゃってるね。これでくるくるくるっと巻いて巻いていきます。毛先巻きで黄緑のテンションで巻きます。で表面のダミーのカール作るところ、ウィービングのところを残して、中間を逆巻きしていきます。まあこういう時間がないときは、薬剤はシステアミンとスピエラも使ってます。塩とかはほとんど使わないですね、最近は。もう僕は塩パーマはほとんどしないですね。で表面ウィービングのパーマを入ります。ここ隣があるので間開けて、真ん中にちょっと、はい、ここに入れます。ここに入れていきます。ウィービングのパーマを入れます。この方が癖がちょっとごまかせるんで、ちょっとこれはもうこの辺のダミー4本はちょっと癖ごまかし落として、アイロンは入れるんですけど、ちょっとカモフラージュとして入れます。はい、で厚さが薄いんでピンク巻きですね。よいしょ。はい、で今度は前髪ぐるぐるぐる、すいません、ちょっとめっちゃ回しますけど、結構この辺のお癖が強いですか。強いですね。あの産毛ですかね、これ産毛なのかな、なんか。はい、前髪ツイストバンド、わかりますか、ツイストバンド。結構まあツイストバンド強みに入れてます。でツイストバンドからの R ピニングをしていきます。ツイストバンド分かりますか、こんな感じで、これゴム跡がつきづらいんですよね。はい、こういう感じで、この状態でもう薬つけてかなり経ってるので、もうこれで中間水線入ります。パーマはこれぐらいかかってます。これでもうパーマ終わりですね。
なので、最初にまあつけておくと、つけといた理由としてはそういうところですね。で、この時点で今時間としては20分なんで、開始してから約20分ですね。ここでも中間水線入っちゃいますけど、床がすげえ。これでもう流すからね、半分に切って。はい、大丈夫、大丈夫かって感じ。かかんのかな。はい、今中間水線が終わって約30分、ここからアイロン入れます。で、とりあえずダイソンで乾かす。ボリュームマックスですね。で、ミドルのこのさっきのピンクの外します。あとバックは、バックもこの鉢植え外します。サイドの、表面のやつ以外を外します。これを外しちゃいます。線取ります。そういったことできますね。はい、シェイクしながら空冷していけばスピードアップできるので、シェイクしながら入ります。ある程度水分飛ばしたら、ちょっとじっくりめに入れます。温度は180ですね。こんな感じですね。はい、ここで終わりです。最初は水分がちょっとあるので、少しシェイクしながら入ります。まあ、厳密に言うと180が入ってない感じですね。もうちょっとこれで冷めちゃってるというか、こんな感じである程度入れます。はい、こんな感じですね。はい、入れたら一緒に合わせて、ちょっとじっくりめに入れていきます。振り幅をちょっと小さくして、ちょっとしっかりめに入れます。で、ツインブラシではツヤを出すような感じのイメージでやります。はい、終わりですね。で、今度はちょっとこの辺なんか癖出そうなんで、ちょっとやっておきます。これはなんだ、これはアイロンかな。はい、で、今度バックセクションです。バックの方をやります。このぐらいの振り幅を大きくしてやります。こんな感じ。この辺もまあツヤがあった方がいいと思うんで、はい、このような感じに入れて、で、じっくり入れます。ちょっとじっくり入れていきます。はい、こんな感じで癖を取りました。で、前髪は、ドライングパーマを入ります。ちょっといろんなの融合してますけど、前髪はドライングパーマで、ドライングパーマはどういう風にやるかというと、で、他のところ、さっきの、やったところですね、ここ、癖取ったところも、これちょっと開いてもらっていいですか。はいで、このスマートロットでここも巻きます。スルッと開きます。あ、これかな。あ、開きました。はい、ルフルフル。で、同じ位置まで巻き込みます。そう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 、スマートロット、はい、スマートロットをください。はい、ここもスマートロットをぐるっと巻いて、ぐる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 ってこの位置まで巻きます。はい、反対側。お、いい、ナイスヘルプですね。はい、で、これでぐるぐるぐるってやって、ぐるぐるぐるって巻いて、はい、終わり。これで
どうするかというと、これで乳液をつけます。で、今もちょっとターバンとか一切してないと思うんですけど、うちってか僕はしないんですよね、あんまり。うちのお店でしてる人もいますけど、僕はほぼしないんで。で、ここで乳液、加水つけます。はい、ここで荷剤ですね。で、上の方はちょっとこの辺はね、垂れちゃうんで、ちょっと後でちょっとやります。とりあえず毛先だけ先つけちゃいます。はい、ブロムさんつけます。ブロムさん、大丈夫ですか？垂れてないですか？大丈夫です。で、ブロムさんつけます。はい、パーマ終わりです。あとシャンプー台の方でちょっとこの辺つけたりとかするんで、あとはこのままだと多分ちょっと難しいので、ここで浸透剤をつけます。これをつけないと浸透がしない、しづらいっていうか、浸透率を上げるためにちょっとつけます。浸透率を上げてスピードないときは酸化を早めます。はい、こんな感じです。もう一回つけます。これ耐えれますか？大丈夫ですか？で、この間に次のカラーも作って、今作ります。で、シャンプー台で乳剤をまたやりますっていう感じで、効率よくやっていきたいと思います。はい、今の時点でどこまでいったかというと、今1時間、スタートしてから1時間ですね。